鬼丸テレビ。鬼丸珍道中。時は来た、それだけだ。さあ、青木プロとビリヤード対決。青木プロとは8ボールで、対決でございます。はい、青木プロが勝ったら、はい、まあ、時間内で、はい、まあ、お店の告知でもプロの告知でも自由時間を与えようと。はい、いいですか。はいはい、で、私が勝ったら、このお店の1年間無料券をもらうっていう。はい、いいですよ。もう、はい、じゃあ僕もわざとに負けるんで、もう毎日来てもらっていいですか。さあ、そしてこのままやっても、どうやっても勝ち目はないのが分かってますんで、ハンデがあります。こちらに5つの手札がありますが、この中にハンデが5種類あります。それを私が、はい、青木プロがここぞって時になると、はい、これを使って、はい、なんとか、引きずり下ろそうという。はい、いいですよ。これ、はい、何書いてあるか知らないでしょ。はい、ちょっと怖いですけど、はい、いいですよ。脱ぐとかはないですよね。脱ぐとかない。脱いでもほら普通に打てちゃう。確かに、ね。はい、それではブレイク。ちょっとめちゃくちゃ入った。3つ入った。いや、めちゃくちゃ入った。4つ入った、すげえ。まあ、本来ならば僕が攻める球を選べれるんですけど、はい、鬼丸さん、ストローね、これまあまあ重要ですよ。そうですよね。はい、俺がしましま大きい方選びます。でしょうね。これはハンデに入ってないからね。はい、これはハンデに入ってない。これ、はい、行為ですから。ああ、おおおお、まあ外れます。あー、ダメか。ハンデ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 。もう使います。早めに行こう、早めに行こう。はい、ふざけた。あー、うまい。あー、うまい。あー、ダメか。ハンデ。なんすか。いつあるからね。何出ます。 AD 津田が打つ。誰。青木プロ以外はみんな知ってんだけど、当の青木プロ誰も知らない。 AD 津田が打つを使います。津田さん、津田さん。はい、津田ちゃん、ビリヤードやったことある？ないね。ないね、はい、うん、ちょっとこれ届かないんで、これを使って、あ、ちょっと、あ、左手いらないですね。もうちょっとだけ後ろ下がってもらって。すごい、本当やったことないですね。信じられない。あ、そうそうそう、こうです、こうです。これさ、これを魚を森で突く時の指導じゃん。こう、こっち、こう。あ、そうです、そうです、そう、そう、はい。よし、惜しい、惜しい、よし、めちゃくちゃ惜しいです。あとちょっと強かったら、うん、うまい。あ、ハンデ。あぶね、あぶね、好奇で打つ。ふざけて。あれ、でもなんかすごい、あ、いけんじゃない。あ、ハンデを超えてきた。目隠しで打つ。そんなんまであるんですね。すごっ。あ、薄い。まあ、ここはもう絶対ハンデですよね。じゃあ最後のハンデ、片手で打つ。片手で打つ。片手です。おー、
これ言えないよな。あー惜しい。もうダメ、終わった。今のを入れてこそだったのに。じゃあ、はい、もうこれもう僕絶対入っちゃうんで、どこの穴かあれしてもいい、宣言しても終わってもいいですよ。本当？うん、いいですよ。よしよしよし、よし。惜しい。ほぼ入ってた。ちょっとなんで強すぎたんですよね。はい。ここに入れてほしいです。いいですよ。どうせ難しいんで。はい。ここに。ここで負けたなら本望。10回に1回ぐらい入ります。あ、やっぱそんなもん。そんなもんですね。10回に1回きた。乾杯乾杯乾杯。さすがの。いやでもまあギリギリですね。すごいいい勝負、すごいいい勝負。今のあの勝負どころの2つ、ね、勝負どころの2つがね、そうですね、あれでしたけど、はい。青木亮次プロ23年目、うどんの国香川県から埼玉のうどんの国に引っ越してきて早5年、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、TikTok、 本名青木亮次でやってます。ぜひフォローよろしくお願いします。あと、普段はこの式ウィンドウにいますので、ぜひ来てください。お願いします。大変お世話になりました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。でこちら、鬼丸テレビのステッカーがありますんで、お店に飾っていただければということで、こちら、ちょっと進呈させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、お礼としてですね、はい、お店から鬼丸テレビをご覧になっていただいた方に、2月いっぱい来ていただいた方、はい、30分無料ということで、まだこれ放送つき始めですからね。2月いっぱい、はい、鬼丸テレビ見た方には最初の30分無料。これちょっとこれ見て始めたくなった方、みんなここ来ますよ。ぜひいらしてください。はい、今回私総合格闘技に挑戦していきます、怖いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。箕輪博先生、はい、